42総合対局拳の17番燕首红锤の説明をさせていただきます。この燕首红锤っていう動作は陳式の動作なので、42総合対局拳の中に一番わかりやすいの発見、あの力を发劲っていう中国語なので、一番わかりやすいっていう发劲ですね。はい、早速ですが、まず一回動作を見てください。まず16番の右左灯脚終わったところから説明しますので、一回見てください。はい、この動作は燕首红锤、まず上半身から皆さんと説明させていただきます。右左灯脚の動作から、まず両手を合掌、合掌っていうのは両手を合わせますので、まず両手を合わせます。できるだけは顎ぐらいの高さまでにしてください。よく皆さんは上げてやってます。はい、上げなくてもこれ合わせて、そのまま合わせて、次右手は外、左手は中、次下へ回しながら手のひらは下へ開きます。開くときに一番気をつけてほしいのは両手の指先、横向きですね。はい、横ですね。はい、よくやってる方たちは立てしまったんですよ。はい、これを気をつけてください。横です。はい、次。左手は前に出して、右手は右の方に締めます。この時に両手は、特に左手のひらは上です。右の手はそろそろ手からグーに回します。はい、最後、発見、力を入れてファージンします。左手は下腹部の左側の方につけてください。はい、よく皆さんは、へその横ぐらい、このぐらいでやってますね。もうちょっと左へ移動してほしいです。はい、グーはそのままパンチっていうことなので、下半身を今説明します。下半身は TC から、はい、左の足を中に入れて、右膝を曲げながら左の足の内側を、はい、滑らせる、内側を滑らせて、左の足の、つま先の方は開けたままですね。つけてはないんです。はい、次、左へ移動して、右、ゴンブーポイの動作にして、最後のファージン発見の時に、必ず左のゴンブーになります。はい、この動作は両足の底を移動してますので、この一瞬の力でパッて出します。はい、今、上半身と下半身を加えて皆さんともう一回説明させていただきますので、ぜひ見てください。この動作ちょっと難しいので、はい、左足を締めます。中に入れながら両手を合わせて、顔以上超えないように気をつけて、右手は外側、左手は内。はい、次、右膝を曲げながら両手のひらを下へ向いて、下へ向いて、左のかかとの内側を滑らせて、両手の指先は横に向いて、はい、右手をグーの準備をできましたので、この一気に力を出します。見てください。はい、
これで眼手紅垂という動作。はい、一回ちょっと後ろから見てください。はい、次横から見てください。はい、この沈式の眼手紅垂、まず沈式の動作がメインで、42の中の動作の中には、あと何箇所は沈式の動作入ってますが、この眼手紅垂は一番ファーチン分かりやすいという動作なので、ぜひ皆さんも家で練習してみてください。バイバイ。